ラースロー2世は、ハンガリー王国アールパードアサ、及び、クロアチアの対立王。6歳の時にラースローは、父のベーラ2世から、ボスニア公の爵位を与えられたが、実際にラースローがボスニアを統治することはなかった。1160年頃にラースローは、弟のイシュトバーンに続いて、コンスタンティノープルに亡命するが、 兄のゲイザ2世が没すると2人はハンガリーに帰国した。彼らの帰国にあたっては、ビザンツ皇帝マヌエル1世、コムネノスの援助があり、マヌエル1世は、ラースローたちをハンガリーへの支配力を拡大する手段として利用した。当初マヌエル1世は、ラースローの弟イシュトバーンの王位の散奪の支援を計画していたが、ハンガリーの貴族は、ラースローの方を選び、 ゲーザ2世の後を継いで、ハンガリー王に即位した、ラースローのイシュトバーン3世の大律王として、擁立した。イシュトバーン3世の忠実な支持者である、エステルゴム大主教ルカーチは、ラースローへの退官を拒否し、彼を破門した。1162年7月にラースローは、カロチャ大主教未公から退官されるが、退官式から6ヶ月以内に没する。 1131年に、アラドで行われた貴族たちへの報復1131年に、ラースローは、ベーラ盲目王と妻のヘレナの次男として生まれる。ラースローが誕生してから数ヶ月後、ヘレナは、彼と、ラースローの兄ゲーザを連れて、アラドに行き、ベーラの失明に関与した疑いのある貴族たちの、殺害を命令した。1136年に、ベーラ2世の軍隊は、 ボスニアに侵入し、ボスニアでの軍事行動を記念してネレトバ川の支流である小川にちなんだラマの王の称号を使用した。翌1137年にベーラ2世はエステルゴムで行われた貴族聖職者の集会でラースローをボスニアの公に任命した。しかし、ラースローが私的にボスニアを統治することはなく、実際の領地の統治は任命。 選出された公認の番によって監督されていた。1141年2月13日にベーラ2世は没しラースローの兄であるゲーザがハンガリー王位を継承する。最初9年代記ではゲーザが弟たちに公料の収入を与えたことが記されているが、ラースローとイシュトバーンが収入を与えられた時期は明らかにされていない。歴史学者のフェレンツ・マックと グラ・クリストは、ゲーザが、自分の息子であるイシュトバーンを、後継者に指名した1152年頃に起きた、出来事だと主張している。1156年、57年にラースローの、弟イシュトバーンは、ゲーザに対する陰謀を企てるが、失敗に終わる。イシュトバーンは、最初神聖ローマ帝国に保護を求めたが、その後ビザンツ帝国に亡命した。 ラースローもイシュトバーンに続き、1160年頃に、コンスタンティノープルに亡命する。ラースローがコンスタンティノープルに出本した原因について、同時代の資料に記された内容は一致していない。ビザンツの歴史家、ヨハネス・キンナモスは、イシュトバーンとラースローは、ゲーザと口論をした後、彼から、非常に憎まれるようになったために亡命したと、記している。一方、 ニケタスコニアテスは、ゲーザは、ラースローを愛しているというよりもむしろ嫌をしており、またラースローは、イシュトバーンの計画を恐れていたものの、それ以上に先に亡命したイシュトバーンがビザンツから、交遇を受けていることに魅力を感じたためだと述べている。1162年5月31日にゲーザ2世は、没死、15歳の王子イシュトバーン3世が王位を継いだ。 ハンガリー国王の地位を重要視するビザンツ皇帝マヌエル一世はラースロー兄弟のためにハンガリーの王位継承に介入することを決定しキンナモスはマヌエル一世がハンガリーの法律では王冠は常に生存している兄弟にわたると述べたことを記した最初マヌエルは兄弟の内年少のイシュトバーンの王位請求の支援を計画していた マヌエル一世の死者によって買収された、ハンガリーの貴族の多くは、イシュトバーン三世を進んで退位させようとしたが、マヌエル一世の区別とも思えるイシュトバーンの代わりに、ラースローを対立王に選出した。イシュトバーン三世の退官式から6週間後、イシュトバーン三世の支持者は、 カプバールの戦闘で大敗し、イシュトバーン3世はハンガリーから脱出して、オーストリアに保護を求めなければならなくなる。1162年6月にラースローは、ハンガリー国王として退官される。退官式は、カロチャ大司教未公によって取り行われ、イシュトバーン3世に忠誠を誓うエステルゴム大司教、ルカーチは、ラースローを三奪者とみなしていた。ルカーチは、 ラース・ローを破門するが、ラース・ローはルカーチへの報復として、彼を逮捕、投獄する。最初年代記では、ラース・ローの在位期間について、半年の間王いを奪ったと、表現されている。ミューゲルンのハインリヒの年代記には、ラース・ローが、ハンガリー王国の3分の1と、公の称号を、弟のイシュトバーンに与えていたことが記され、さらにキンナモスの記録では、 ハンガリー人の間で王権の継承者を意味する、ヨーロムの称号がイシュトバーンに与えられたという。ラースローは敵対者との和解を試み、ローマ教皇アレクサンデル三世の求めに応じて、クリスマスの日に大司教ルカーチを釈放する。しかし、ルカーチは、ラースローに屈服せず、オーストリアから帰国して、プレスブルクを占領した、イシュトバーン三世を支持する姿勢を崩さなかった。 ラースローは、プレスブルクのイシュトバーン3世を攻撃せず、再び、ルカーチを投獄した。1163年1月14日にラースローは、没し遺体は、聖ケシュフェヘルバールのバシリカに埋葬された。1160年頃に、コンスタンティノープルに到着した時、ラースローはすでに妻に先立たれていたと、考えられているが、妻の名前と出自については明らかになっていない。 コニアテスには、コンスタンティノープルのラースローが、高貴な血が流れる女性と結婚したと思われると、記しているが、母国に帰ることを忘れず、妻の魅力によって、国内の政治を破滅させることがないよう、結婚を控えていたと続けている。ラースローの娘は、ベネツィア共和国のドージェビターレ・ミキエル2世の息子、ニコラス・ミキエルと結婚した。ありがとうございます。